何聞いてるんですか。あ、これ、うん、FM ラジオ聞いてみる。いいんですか。いい。鈴木さんのしたやつここにやっちゃっていいんですか。いいよいいよ。なるでしょ。おい、照彦ね、なんだろう、聞こえる。やっぱり俺たちのつかみが良くないんじゃないか。何、うん、これ、うん、この音楽。このままじゃ誰も俺たちのことは聞いてやつがしてる。スザンヌベザー、やっぱり明るくしてみる。ね、いいよね。俺はそれは絶対に、ね、いかんな、ね、じゃあ合わせる。音楽合わせろよ、うん、お前が合わせるんだ、まあね、お前が一緒にやろうって言い出したんだからな。オーケー、よし、分かったな。ハウス系が好きかな。ハウス系この二人がターゲットだ。オーケー。あ、ハウス系もあるんだよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、ヤッホー、ヤッホー、ね、いいでしょう、うん、ヤッホー、あれ、なんだっけ、ヤッホー、こんにちは。こんにちは。長志のボブヒコです。照彦です。二人して流してます。僕たちの歌を BGM に愛を囁きましょう。今あの音楽聴いてるところなんで、あの結構です。ちょっと今聞こえなくなって、小雨のすいません、誰か今他のところやってもらえますか。聞こえなくなっちゃうんでやめてもらえませんか。おいらの心は嘆くのさ、ああ美津子、別れた女房の名前なのさ。知らないか、やってくれ、頼んだわけじゃないですから。すみません。昼間昼寝をしていたら、長い手紙を残して女房が去っていく、帰ってこいと叫んでみても、あの別なとこでやってもらえますか。二人で走った茅ヶ崎の海が今俺のテレホンカードになっている。ツーショットの写真に刻み込まれたおいらのボブ思い出しちまったんだよ、女房のこと。どうしたんですか。俺の女房のことを思い出したんだよ。そんなこと知りませんよ。俺もこうだったんだよ、トリヒコ。こう、女房と出会う前さ、出会う前こんな感じで語らいの時間を過ごしていたんだよ。知ってるだろ、トリヒコ。知らないな。お前、悪いお付き合いなんですか。悪い。え、10年前にはそんなことはなかったよ。あの時は静江だったか。そうだよ、静江だよ。俺にとっちゃ女全部一緒だからよ。あ、すいません、あのここ二人で今座ってて、あの、いや、そのことは構わねえんだよ。さあ、どうだい僕たちのコンビネーション。うん、だいぶ良くなった。良くなってきたね、合ってきたじゃないか。合ってきたね。よし、君たちのおかげだ。君たちのおかげだよ。ありがとう。ありがとう。ちょっと僕ら向こうに来ますんで。おいおい、お勘定。お勘定だよ。はお勘定。お客さん、お勘定払ってくんなきゃ困るな。別に頼んだわけじゃない。聞いたんじゃないか、俺たちの歌を。別に聞いてないですよ。警察呼ぶぞ。勝手にやってるだけだ。警察呼ぶぞ。そんな勘弁してくださいよ。ちょっと勘弁してくれってのはこっちのセリフだろう。どうして。じゃあ何のために俺たち歌ってんだよ。ちょっと頼むよ。歌ってくれて頼んでないって言って。ちょっと警察呼んでも構わないんだよ、こっちは。呼ばないでくださいよ。電話するよ。やめてくださいよ。知ってんだから、110番なんだから、知ってんだから。